はい、ネクスエッジスタイルがですね第3弾まで出ましたけど、今回はですね前にもレビューした第2弾のですねマジンカイザーのですね、武器がマジンブレードっていうのかな、こういう武器があるんですけど、これをですね両手持ちができるということで、ちょっと両手持ちをしてみたいと思います。はい、なんとか両手持ちできましたね。ちょっと胸のですねこのパーツがですねちょっと干渉してくる部分はあるんですけど、なんとか、両手持ちできております。ちょっとゆっくり回してみましょう。このような感じですね。マジンカイザーこの武器がかっこいいですね。このウィングのパーツの感じ、まさにマジン皇帝といった感じですね。はい、ちょっとマジンカイザーの足が微妙な感じだったので、ちょっと足にもポーズをつけてみましたが、どうでしょう。さっきと比べてちょっとは躍動感がですねあるかなと思います。こんな感じですね。やっぱ足のこう動きだけでもですねだいぶ違ってくるかなと思います。まあ、今回は台座に立てるだけっていう形でしたけれども、またいろんなポーズをですね、つけて遊んでいきたいと思います。はい、今回は、ネクスエッジ第2弾のマジンカイザーの、ポーズ、いろんなポーズをしてみた動画でした。ご視聴ありがとうございました。